こんにちは、ビビットランキングです。皆さんは熱帯魚を飼っていますか？観賞用淡水魚はお世話がしやすい種類も多く、見ているだけで心が落ち着くので、住まいに彩りを与えてくれます。今回は現在観賞用の淡水魚業界でも特に人気が高く魅力的な種類を17種ご紹介します。それではビビッと行ってみましょう。1. ネオンテトラ。ネオンテトラは小さく、お世話が簡単な種類です。とても人気があり、初めての魚としてお迎えする初心者の方がたくさんいます。体長は約 2.2 センチメートルで、群れで行動することを好みます。穏やかな性格なので、小規模の水槽におすすめです。体色が鮮やかで、体に入った水平の青いラインは、光の具合で様々な色に光って見えるため、暗い水中でも鮮やかに見ることができます。ネオンテトラは熱帯魚なので、水温を高く保つ必要があります。水質は軟水、酸性にしておきましょう。雑食性なので、植物性の餌だけでなく、ブラインシュリンプ、ワーム類、昆虫などどんな餌でも大体食べてくれます。 2. グッピー。グッピーは色鮮やかで活発な魚です。また飼育がしやすく、様々な環境に適応できることも人気である理由の一つになっています。3匹ずつに分けて飼育すると良いと言われており、1匹あたり約 3.8 リットルの水量を目安に水槽の大きさを選びましょう。オスはメスよりも体色が鮮やかで活発なので、繁殖させるつもりがなければオスだけで飼育しても良いかもしれません。理想的な水温は10から29度ですが、最も重要なのは水温を一定に保つことです。餌は植物性のものと動物性のものを混ぜて与えるのが理想です。自分で調合するような人もいます。難しそうに聞こえるかもしれないですが、案外簡単ですよ。 3. オスカー。オスカーは普通に入手できる観賞魚の中では最も頭が良い部類に入ると言われています。その証拠に、なんと訓練によって芸ができるようになる数少ない魚の一種だと言われているのです。他の種類の魚と一緒に生活する種ではないので、オスカー一種のみで飼育するのが好ましいとされています。オスカーは肉食性で排泄物などが多いことから、他の魚よりも管理が大変な一面があります。しかし良い面もあり、オスカーは人が手で餌を与えられる数少ない魚の一種でもあります。試しに餌を指でつまんで与えてみましょう。よく食べてくれるでしょう。 4. モーリー。モーリーは小さく、おとなしい種類の魚で、体長は約8から10センチメートルになります。様々な水環境によく適応できるので、飼育しやすい魚です。水槽の容量は少なくとも約76リットルは必要で、水質としては、pH 7.0 から 7.8 の温水にするのが好ましいとされています。モーリーは雑食性のため、植物性と動物性の飼料を両方与える必要があります。モーリーの生態で面白いのは、卵胎生だということです。つまり卵ではなく、小さな魚の姿の子供を産んで繁殖をします。モーリーの飼育は簡単なのですが、増えやすいので、初心者はオスのみまたはメスのみで飼育した方が良いかもしれません。 5. ゼブラフィッシュ。ゼブラフィッシュは初心者には最適の魚です。飼育がしやすく、最大で5から7センチメートルになります。少なくとも約38リットルの水槽に5匹以上で一緒に飼ってあげるのが理想です。これはゼブラフィッシュが群れで生活する魚であるため、一緒にいる仲間が少なすぎるとストレスを感じてしまうためです。餌は好き嫌いせず、おおよそ何でも食べます。
自然界の食事に寄せてワーム類、昆虫、甲殻類を与えるのが健康のためには一番良いでしょう。ゼブラフィッシュはよく跳ねる魚としても知られています。水槽に蓋をするのを忘れないようにしましょう。 6. プラティ。プラティの人気の理由はありとあらゆるカラーが存在することにあります。しかもお世話がとても簡単です。他の種類の魚とも一緒に生活することができ、とても穏やかな性格でグッピーやモーリーとの相性も悪くありません。プラティは小さいですがとても活動的で、群れるのが好きな魚です。約38リットルの水槽で5匹ほど飼育することができます。雑食性ですが、動物性の餌よりも植物性の餌をかなり多めに与えると良いでしょう。さらに言えば、植物性の餌とタンパク質がバランスよく配合された餌が理想的です。 7. チェリーバルブ。チェリーバルブという名前は繁殖期のオスの体色から付けられたものです。見た目は銀色か黒色の体をしており、側面の金色のラインが特徴的です。チェリーバルブはおとなしい性格ですが、体長は約5センチメートルになり、少なくとも約95リットルの水槽が必要になります。雑食性で、生きたもの、新鮮なものから冷凍のもの、フレーク状のものまで、ほぼどのタイプの餌でも食べてくれるでしょう。飼育は簡単で、スペースがあれば他の種とも一緒に飼えますが、隠れ場所となる水草を用意してあげる必要があります。 8. パールグラミー。パールグラミーは比較的大きい種類ですが、おとなしくて最も飼いやすい種類の一つです。水槽は少なくとも約114リットルの大きさのものが必要になります。隠れ場所をたくさん作って、水槽の底砂は暗い色に、照明は暗めにすると心地いいでしょう。パールグラミーは同じような大きさ、希少の魚と一緒に飼育することは可能ですが、攻撃的な魚と一緒にするのはおすすめできません。雑食性なので、藻類ベースの餌と動物性の餌の両方を与えると良いでしょう。有毒の触手を持つ小さな生物、ヒドラを食べることでよく知られており、ヒドラ対策に有効な魚としても人気です。 9. ソードテール。ソードテールは、プラティやグッピーと似た体つきですが、少し大きく、尾びれの一部が剣のように伸びていることが特徴です。体色は様々で、体が丈夫なので、初心者にはうってつけの種類です。ソードテールは穏やかな性格ですが、活発な場面もよく目にします。様々な魚のいる水槽で元気に育ち、ゆったりとした結びつきの群れで生活していきます。繁殖はしやすい種類です。ただし、ソードテールの親は子供を食べてしまうので、繁殖させたいときは親と子供を隔離して育てるのが良いでしょう。 10. ディスカス。ディスカスは上品で美しい魚です。とても大きく育つので、約95リットル以上の大きな水槽が必要になります。ただし初心者向きではなく、経験のない人が飼育するのはおすすめできません。安定した水質を好み、攻撃的でない魚とならば一緒に飼育することも可能です。ディスカスはいろいろな餌を食べますが、自然界では肉食性です。赤身水に加え、フレークでビタミンやミネラルを補給してあげると良いでしょう。 11. キリフィッシュ。キリフィッシュの体色は明るく、様々な色のものがいます。またとても丈夫な魚です。キリフィッシュだけで700を超える品種があり、非常に多様な水環境に適応できます。普通はおとなしく、小さく攻撃的でない魚とならば一緒に飼育できます。しかしオス同士は喧嘩しやすいので、一つの水槽にオスは1匹にしておくのがおすすめです。8.
繁殖はとても容易で、年1回のペースで繁殖する品種と、そうでない品種がいます。自然界で年1回繁殖するキリフィッシュは、数ヶ月間干上がる水域に卵を産みつけます。再び水が満ちた時に、初めて孵化するのです。多くのキリフィッシュは肉食性なので、昆虫の幼虫やワーム類、甲殻類を餌として与えましょう。12. ベタ。ベタも大人気の種類の一つ。鮮やかな色合いをしている上、飼育が簡単なのがその理由です。オスのベタは、他のオスに対して攻撃的なことで有名です。そのため、一つの水槽あたりにオスは一匹にする必要があります。おとなしい種類の魚とならば、一緒に飼うことができます。雑食性なので、植物性の餌と動物性の餌を混ぜて与えましょう。ベタはその鮮やかな色合いから、小さな水槽で飼育されているのをよく目にしますが、本来はもっと大きな水槽で飼うべき種類です。13. プレコ。プレコはナマズの仲間です。体はがっしりとした鎧で覆われたようになっており、吸盤状の口で水槽の藻を食べてくれる便利な魚です。藻類やフレークなどを喜んで食べる種もいますが、冷凍ブラインシュリンプなどの動物性の餌が必要な場合もあります。プレコの繁殖はとても難しく、成功させる人はあまりいません。寿命自体は20年と長く、適切な飼育をすればさらに生きることもあります。プレコも跳ねる魚なので、水槽に蓋をしておきましょう。いろいろな種類の魚と一緒に飼育できますが、でっぷりと丸っこい魚や凹凸の少ない体つきの金魚などは、プレコが吸い付いてしまう可能性があるので、別にしてあげましょう。14. レインボーフィッシュ。レインボーフィッシュはオーストラリアと東南アジア原産の魚です。性格は温厚で、群れで生活をします。体長は成長すると15センチメートルほどになります。レインボーフィッシュは、ここで紹介する中では最も無名の魚と言えるかもしれません。人気がない理由は、おそらく大人にならないと綺麗な色が出ないからでしょう。しかし、正しくお世話すれば、数年で目を見張るような美しく鮮やかな色になります。水槽の上層部に群れるゼブラフィッシュ、大きめのテトラなどと相性が良いので、レインボーフィッシュを他の種類の魚と一緒にするならそれらをおすすめします。15. コリドラス。コリドラスは別名コリーキャッツという名前でも知られており、飼育は簡単で、淡水魚としては定番の魚です。性格は穏やかで温厚ですが、活動的な一面もあります。1匹ずつでも飼育可能ですが、群れる習性があるので2匹以上をまとめて一緒にしてあげると元気に育ちます。攻撃的でない他の魚と仲良くできる種類であれば、大抵どんな魚とも一緒に暮らせます。水槽の掃除屋さんとも言われるコリドラスは、他の魚の食べ残しを砂利から拾って食べることがあります。ただしそれだけでは足りないので、フレークや沈むタイプのタブレット型の餌も与えてあげましょう。16. 金魚。金魚といえば、小さな金魚鉢に縁日でお迎えした子を飼っている様子をイメージする人が多いかもしれません。しかし、これは本来金魚の飼育方法としては正しくありません。あまり知られていませんが、金魚は自然界で約36センチメートルまで大きくなります。そのため水槽は少なくとも約76リットルは必要です。フィルターをつけて、1週間に1度は 10-15% ほどの水を交換してあげましょう。金魚には様々な品種がいますが、餌をめぐって争いにならない品種同士なら一緒にしても問題ありません。17. エンゼルフィッシュ。エンゼルフィッシュはシクリッド科の魚です。シクリッド科には、ディスカス、
オスカーなど、魚を飼っている人なら誰でも知っているような種がたくさんいます。体長は約15センチメートル、体高は約20センチメートルになります。多様な色合いや模様の個体が存在するため、とても人気です。雑食性なため、動物系の餌と植物系の餌のバランスが取れたものを与える必要があるでしょう。水槽は少なくとも約76リットルの大きさが必要で、水質は少し軟水、酸性気味にしてあげると元気に育ちます。エンゼルフィッシュは成長するにつれて攻撃的になることがあるため注意が必要です。大抵は他の魚とも仲良くやっていけますが、とても小さい魚やエンゼルフィッシュのヒレをかじってしまうような魚とは別にしてあげましょう。いかがでしたか？淡水魚には様々な形、色、大きさのものがいます。特に人気があるのは明るくカラフルな体色で飼育が簡単なもののようですね。皆さんはどの熱帯魚が一番可愛いと思いますか？よければコメントで教えてください。今回の動画を見て、可愛い熱帯魚たちに癒されてしまったあなたは、もうビビットランキングのクルーです。今後もビビッとくる情報をランキング形式でお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。